第一横田は日本のミュージシャン、プロデューサー、コンポーザー。別名、クラブ D。18歳より専門的に音楽を学ぶ。その後、様々なアーティストやサウンドトラックのコンポーズ、アレンジ、リミックスプログラマー、サポートミュージシャンとして幅広く活動する。2011年には、倉木舞のプログラマーとしてツアーに参加。同年より74ワンダーマウンテン。 を結成。プロデューサー兼キーボーディストとして参加し、イグニッションスタートをリリースする。2013年には中国ドラマのオープニングテーマ、主題歌などを手掛け、同年には楽との楽曲アレンジに参加する。自身の最も得意とするダンスミュージックトロックを融合したサウンドで現在活動している。またソロアーティストとしても、クラブやファッションショーでのパフォーマンスも始める。 現在はマークパンサーとクラウディオと共に江戸としても活動している。2017年、2018年、2019年、2017年。ありがとうございます。